二月十四日、千九百七十二年の今日は、モーションアクター、T. J. ストームさんがご生誕された日です。二千十四年から、モンスターバースシリーズにおける、ゴジラの、モーションアクターを担当しました。空手、テコンドー、ブラジリアン柔術にヒップホップダンスと。 巧みなボディコントロールを身につけていたストームさんは2010年代からモーションアクターの仕事が増えるようになりましたゴジラを演じるにあたって次の世代へ受け継がれていくべき遺産の一部になれたことを光栄に思うというコメントを残していますちなみに T.J. ストームという名前は本名ではなく学生時代に習っていた空手の流派に基づいたニックネームなのだそうです